はいどうも、山口誠也ですね。今日はですね、まあ、もうモノマネシリーズは2連続やったんで、別の動画にしましょう、今日は。ということでね、今日の動画ですね。じゃあ、まあ、じゃあ、もしも車を運転していて、車を運転していて途中でガソリンがなくなったらっていうことでやりたいと思います。では行きます。クシュシュシュガララン、赤だ。ヒュン、信号待たないかな。ああ、まだガソリンは、あれ、もうちょっとなくなるな。青、あれどうしよう。あれ青になったのに、あれアクセル踏んでも動かんぞ。もしかして、ガソリン切れ。うわ、マジか、どうしよう。くそ。ああ、でも長年ガソリン入れてなかったからな。あれ、車が動かん。どういうことだ、あれおかしいな。ちょっと助けもらって、すいません、すいません、誰か助けてください。すいません、すいません。そしたら後ろにいたおっさんが、おや、どうしたんじゃ、いきなりと。あ、車が止まってしもうたのかい。わしの車はまあ動かない、それは仕方がないな。とりあえずわしのとこに来るんじゃ。いやいや、そんなこと言ってもここに車を置いとくわけにいかないですよ。まあそうやけどな、動かなくなってしもうたんならもうしょうがないじゃないか。あなたがガソリンを入れなかったからこうなるんじゃ。俺は分かってますけど。おい、どういうことだよ。おい、止まって動けねえじゃねえか、青になって。まあまあ考えられんよ。ビュー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 、その後ろにいた車がすごい激おこで行ってきた。ビュービュービュー、おい早く進めよ、おい青だぞ、青、ごめんなさい。うん、でももう一回一か八かもう一回試してみるか。やっぱり車動かないな。ふざけんな、おいよ、もうカチッカチッカチッ。その車は車線変更して去っていってしまった。車が止まってしまって、JF を呼ぼうかと思っていたんですけどね。電話したんですけど、全然来なかったでした。他の車も怒って車線変更して行ってしまいました。そして他の車は、もう何を考えてんねん、もうガソリンぐらいもうなくなったらすぐ入れに行けやと切れていた。くそ、車が動かないなんて考えられんわ。この車どうしようかな。買い替えるか、新しい車でも買うか。あー、もう迷うわと思った時、あれ、いきなり車が動いた。おかしいな、もうガソリンがなくなったはずなのになんで動いたんだ。あ、ちょっとメーターが回復しとる。よっしゃー、ちょっと入れに行くか。で、そして運転していた、そして運転していて、ガソリンスタンドから、の目の前でまた車が止まってしまった。動かねえぞ、どうしてだ。おお、もうガソリンスタンド着いたのに、なんでだよ。そしてまた後ろの人が青になって、その車が動かなかったので、まずは後ろからピー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 って言って、それでも反応しなかったんで出てきた。カシャ、ドンドンドン、
ダンダンダン、ウィーン、まだ開けた。おい、どうなってんだよ、信号青になってんのに、お前発進しろや。ごめんなさい、やっと車が動かなくて。あ、なんで車が動かないだ、ちょっと見せてみろ。あ、お前ガソリン切れじゃねえかよ、ガソリン切れるまでお前入れに行けや。すいません、ちょっと慌ってもんで、いや私もうダメになっちゃって。おい、スタンドはそこにあるから、もう押してやるよ、俺がお前の車を押してやるよ。いいですか。ああ、俺ちょっとハザードランプつけといてるからよ、とりあえずはガソリンスタンドで押してけ。あ、はい、すいません。じゃあそれで押していただきますか。ああ、やったね。ああ、せーの、そして車をガソリンスタンドに押したと、その時道端歩いてたヤンキーがこちらに来た。ああ、なんやお前、車がここ止まっとる、押せねえのかよおい、しょうもねえやつらだな、おいなあ兄貴。ああそうだな、俺らの車はなハイブリッドなんじゃ。ああ、アクやプリウス乗ってんじゃ。比べてこのボロい車はなんだ、そうやってガソリンが抜けるわけだ。だっせえな、まあせいぜい頑張りな。あんなもん気にすんな。はい、とりあえずまガソリン入れろ。はい、そして無事ガソリンスタンドに着いた。よし、じゃあ現金かな、現金払いでいこうかな、現金払い。ありがとうございます、ガソリンは満タンでいたしましょうか、と新機能もついてたやつだと。お、飲み物のサービスもあります。え、これガソリンスタンドで飲むのサービスあるの、飲むの。ポチン、コップを準備してください。コップなんてねえよ。え、コップなんかないですね。なんだこのガソリンスタンド、ん、おもちゃ。どのおもちゃがいたしますか。え、おもちゃ機能までついてるガソリンスタンド機、すげえだこれ。とりあえずこういうのもいいから、レギュラー満タンで。かしこまりました。それではまず車の油ドアを開けてキャップを開いてください。ガソリンを入れます。ガソリンが終了しました。お会計は3000円です。カードで一括ですか、分割ですか。じゃあ分割で。かしこまりました、分割ですね。レシートの下に名前を書いてください。ほう、なんか便利やなこれ。ありがとうございます、またのお越しをお待ちしております。はい、ということでこのネタだけじゃ面白くないんで、最後一発ギャグっていうか一発笑わせましょう。では一発ネタをやりたいと思います。では行くぜ。玉ねぎの気持ち、玉ねぎの気持ち、玉ねぎはやっぱりカレーライスとか、あといろいろと入れる具材としても使える、それが玉ねぎの気持ち、玉ねぎの気持ち、僕の気持ち、そして私の気持ち。はい、よくわからない動画笑えたでしょうか、ということですね。今日は車に乗っていて、もしもいきなりガソリンがなくなったらという、動画でした。以上や。はい、では山口でした。またね。